こちら、北に別の部分と海域本艦本部分で、いいかもしれません。よろしくお願いします。はい、ただ、この問題でございますけど、そこは2つに分けてください。とりあえず決めなあかんのはメディックと、メディックはあのやってくれるって言ったな。とラジオマンやな。とりあえずラジオマンやりたい人いるかな。誰かラジオマンさん。あ、でも一人しょってたな。しょってた。やった。常に分隊長のそばにいます。あ、ありがとうございます。あ、お名前聞いていいですか。あ、はい、お名前聞いていいですか。名前がそうですね、ゲーム館ジョンデンジョンデン、はい、はい、なんか犬、犬みたいな。今日じゃあ隊長選手ライフルマン OK、 はい、アライフルマンメディクル、あと、あ、分隊長そこで多分じゃあ10で10で分けましょう。10の人手挙げて10、はい、じゃあその後ろの人前来て、後ろの人、この10の後ろの方、11がここで、はい、そこ、レオナムさんこっち、レオナムさんこっち、ここここ、誰がしないの、グリーンペネだからシャキッとして、シャキッと、私が、まあ、RTO の本当小高リーダー、私どうしようか、私どうしようか、迷子が出んようにまあ自分が迷子にならない人生は迷子かもしれない。はい、ごめんね、帰ってきて、はい、先生、1、1、これ1、4、5、僕らレッドボール決めてみる、いけ、はい、皆さん、はい、せーの、キロイショー、はい、なんで勝手に守るの、あ、ここ一列だよ、なるほど、バカ野郎が、あ、じゃあいい、並べず、一列で、一列で101何名いんの、101、7人で、あ、でも菊池入ってる、菊池入ってるんですか、じゃあ8人で、マルダ何人なんだよ、190ラフと25で何人、おい190ラフと25で何人、9人です、9人です、それいいや、じゃあ9の、あと9、8、101が8です。8で、1が9。で、ここはエアキャブ6人です。え?6名。で、2人車両で抜けました。1人車両に抜けちゃうもの。あれか、プラスだった。そしたら、じゃあ、海兵とか全部まずシャッとしよう。はい。海兵がね、海兵が出るのは何ですか、14、あ、海兵これなんですか、10万です、第1機兵は6名、あ、第1機兵、あ、第1機兵、あ、これ分かれてるの、分かれてる、あ、これ分けてほしくなかった、12です、12の13か、14か、3、3、4、1食にしてもう半分に割っちゃおうと、なるほど、人数がうまいこと分かる、そこからあと SD は3人ずつ、はい、じゃあ3人ずつ分かれて入ってください、陽一さんの種類、3人が101、3人が1、陽一さん前に、なかなかいい、陽一さん前に、じゃあ、はい、じゃあ3で1、じゃあもう3では1、じゃあ SD は1で分かれると、あ、2列にならなくてもいいんで、まだ、まあまあまあ、とりあえず1列で、ただ、あの多分こっからこういう風に分かるかもしれないから、まあまあ、ちょっと分かれてる。で、1機は消えたかに見えない、1機は消えたから、で、海兵隊が何ですか、14、じゃあ、ちょっと決め直して、僕このままで何速超える人とかする途中で、あ、アーマー忘れたっていう人太陽君に
珍しいゲーム参加するいうさかいにあれやった陸軍のアーマー着せてましたけど、まあ、俺アーマー余らしてたけどな陸軍はだから舞台で完全に分けてもらうと人数のバランスがちょっとややこしくなってよ。心の明かりをともすれば。はい。まあいい日な、まあ、いいってきてきて、うん、ああ逃げてきたのか慣れてきたのか微妙なところやね上がるか下がるかもうちょっとで富士山のあの帽子が取れんのにな何やばそうなんかちょっとしんどいって言ってまあまあ今おかげでちょっとやっときないよあーっとボディアーマーけど頼めへんわはい、もし赤かったもまあまあまあさんもうちょっとで見えへんかな。お。絵のついてるやんけ。でしょ。ラジオコード決めてください。メディック、メディックと RTO、それからラジオコード決めてください。決まりました？決まってください。ちょっと待ってください。ラジオコードはいつもバックスバニーで。ラジオコードなんか。見てんな。そうなんですよ。ショイコだと重いからもこっちのショイコにしました。本当に集まる。ユースだ。この玉なんか性能アップのために今新型を開発中だそうで。1年ぐらいは、まあ発売はないかもしれません。で、また来年もお願いすると思いますんで、DCI ズガンズさんの、BB 弾、よろしくお願いします。はい、よろしく。部座長。はい、2号の構成が、ローライダーでお願いします。2号の構成96そうです、ローライダーの1、2です。1が一緒に、はい、で、別々の中で
海兵バックスワニーで。そぐの1をバイキング。バイキング。あ、じゃあ、はい、置いてきます。はい、そぐの2がバーグ。足踏み出ったかも。バーグ。バとバだから買えない？確かに。紛らしいよ。ビッグにしよう。言いにくい。言いにくいな。アロハでいいっすか？アロハでいいんじゃない？アロハでアロハ、はい、アロハでいいっすか？アロハでいいっすか？アロハでいいっすか？レッドな、ロライダーです。ロライダーは、はい、自分無線を今渡します。無線は後、はい、無線は後メディック証渡しますから。あ、メディック証、はい、開閉、はい、はい、開閉は、はい、開閉、開閉に触れるの、開閉あるよ。あ、まだまだ。メディック、あ、います、います。一人、はい、じゃあこれで。はい、行き取りね。次行こう。はい。で、ラジオはなんか、なぜか後って言われた。うん、これ持ってんの邪魔やな。誰かに持たそうか。はい、あ、ありがとうございます。なんでこの人はい、にゃん、これなんかこれ思ったけど難しいな。入れて渡してくれたらええのに。回答してたよ。誰がそういうこと言ってくれへんかなと思って。まずいとか思って。生どういう指示ですか。いや、まだ聞いてない。まだなんじゃないですか。どういうこと。いや、いいから、ファランいいから。いいや、なかなか楽しそうよ。なんか、なんせ他の分隊は玉一袋やのうちに二袋やから、意味を知れって言われた。ああ、おお。仕事成長ですね。去年の分の付けは省かれてる。うまいやな。玉はまだ入れる。玉まだやと思う。おお、間に合った。よかった。速攻で出した。クイックリリース。何を外すよ。しょいも。え、脱粉や。ああ、脱粉だ。軽量がしい。見てやら、ベトコンの通りも通してくれ。まあ、玉はまだ本じゃ入れねえ。当たったと思うよ。でもあれやな、どうやったの。あれ早く森入りてる。これな、なんかまあそういうところにはちょっとから、あのね、今日その仕事せえって話だって。
ブルドーチョー、ブルドーチョー、支給した弾は平均的に配らなくてもいいです、はい、あの分隊長の方の裁量で誰に何発とか分けて結構です。平均的に、平等に配らなくて結構です。まあとりあえずあのローダーとか持ってる人に分けましょう。ローダー持ってる人います。ローダー持ってます。持ってます。今ここでやります。うん、今ここで、はい、個人で使う。